マサさんステーションの方なんですが、上の方から南北方向の横揺れ、東西方向の横揺れ、それから縦揺れといったような状況、こちらの方を見ていただくとですね、横揺れ、東西、南北ともに非常に大きな振幅となっています。その後横揺れの方が少し収まった後に縦揺れの大きな振幅が届いているといったような状態、この大きな揺れの状態なんですが、だいたい30秒程度続いていますね。その後は少し周期の長い揺れが若干と続いて収まるといったような状況です。他のエリアも少し確認していきたいと思います。こちらの方はですね、もう少し震源に近い位置になりますが、こちら福島県の中通り郡山市にある友ステーションですね、こちらの方のデータになります。こちらの方なんですけれども、だんだん揺れの方が届いてきますが、最初からですね、比較的大きな揺れで届いてますね。その後縦揺れ、あとは横揺れともに同じように大きくなってくるといったような状況、縦揺れが収まった後の間は少し横揺れの方がやはり大きめに揺れたといったような状況です。ですので今回震源に近いところ、まずは下から突き上げられる縦揺れが来て、その後は大きな横揺れとともに揺れていったといったような状況になっているようです。はい、今現在ですが最大震度6弱でした。ということでこの段階で M スケールの方は2、M スケール2で、現在、お伝えさせていただいています。また新しい情報入り次第お伝えします。以上、予報センターから地震情報をお伝えしました。この時間からはコーヒータイム M スケール2注意レベルで最新の情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。今各地から続々とリポートが届いています。先ほど起きました、地震に関する、リポートになります。まずご紹介していきたいのが岩手県花の巻市はるかさんから届いたリポート、14時16分にいただきました。こちらはゆらゆら揺れたかなという感じでした。昨日夕方の地震よりは揺れた感じはしませんでしたということです。また埼玉県の宇佐吉さんからは酔いそうな強い揺れでしたとリポートが届いています。緊急地震速報の6秒後に揺れがやってきました。最初に東西の揺れから来て南北に激しく揺さぶられ、また東西に揺れた気がします。体感ではやはり震度4並みに感じました。棚から物が落ちるような被害はありませんと報告をいただいています。それではここから、交通気象センターからの最新情報が届いておりますので聞いてください。よろしくお願いします。はい、では交通気象センターから先ほどの地震での、道路鉄道への影響についてお知らせしてまいります。まず鉄道の状況なんですけれども、現在運転見合わせになっている区間があります。こちらまず、ご覧ください。はい、現在も情報更新中ですけれども、現在確認されていますのが東北新幹線の東京から福島、東北新幹線の東京から福島です。また磐越線でも、運転見合わせになっているというような情報をいただいています。その他、サポーターの皆さんからですね、安孫子線、成田線の一部ですけれども、こちらも運転見合わせになっている、こういうふうな情報も入ってきています。現在交通気象センターでこういった情報をですね、逐一サイトに更新しています。こちらをご覧ください。こちら交通気象センターの携帯サイト、ウザーリーズの交通気象センターの携帯サイトですけれども、こちらのところで現在の最新情報、鉄道情報ですけれども、現在運転見合わせのところをこちらで紹介をしています。東北新幹線、磐越東線、そして成田線です。またその他の各路線でもですね、一時的に運転を見合わせて安全確認をしたというふうな情報もいただいています。今後なんですけれども、電車で影響が出るところまだまだ増えてきますので、今後の情報にご注意ください。そして道路への影響なんですけれども、こちらをご覧ください。はい、こちらですね、今日本列島の地図、そしてこの緑色の線がですね、高速道路走っているところ、そして、こちらのマップが皆さんからいただきました、地震の揺れリポートの状況です。まだ公式情報で高速道路、どこどこの区間が止まっているというふうな情報は入ってきていませんけれども、この赤いところ凄まじい揺れが、この常磐道、そして、東北道の一部区間で、皆さんからリポートをいただいています。こういったところではおそらくですね、今後通行止め、地震通行止めになることは大いにありますので、
この方面なんですけれども、車で運転の方はですね、地割れ等が発生しておかしくない状況になっていますので、高速道路の運転ご注意ください。それからまた高速道路ではなくてもですね、一般道でも場所によりましては地割れ、そして土砂崩れが発生していてもおかしくありません。周辺の状況に注意をしてですね、車を運転していただきたいですし、また危険を感じましたら車を止めていただきまして、安全なところに避難をしていただきたいと思います。そして地震の大きさも大きいですので、今後も余震があると思われます。余震が発生した場合もですね、慌てず車なんですけれども、スピードを落として安全な場所に止めるようにしてください。最新情報が入りましたらば、またお伝えいたします。この時間は以上です。交通気象センターからの最新情報でした。引き続きこの時間、先ほど起きました、地震に関する情報がリポートで届いております。福島県で最大震度6弱を観測した地震に関する皆さんからの声です。千葉県松戸市のセイラ666さんからは、2回ドンドンと強い突き上げがあり、横揺れと混じって揺れていましたと報告をいただいています。また神奈川県横浜市の朝子さんからも、14時18分突き上げられ、カタカタと小刻みに揺れていました、長い間揺れている気がしましたと報告をいただいております。またですね、神奈川県の横須賀市猫の子みーこさんからもリポートが届いていまして、14時21分昨夜の大きい余震から何度も揺れを感じています。皆さん大丈夫でしょうか、この後も気をつけてくださいとリポートが届きました。次々ご紹介していきます。東京都豊島区のゆぴさんからも、緊急地震速報が来て、それから、梁がミシッという縦揺れ、それからゆっくりという横揺れになりました。縦揺れから横揺れが、収まるまで、間がなかったので、失礼しました、間があったので震源地は遠いなと思えたくらいでしたと、ゆきさんは少し余裕はありましたということでおっしゃってます。また埼玉県深谷市のあやつきさんからは、再び緊急地震速報、小刻みに揺れた後やや早めの横揺れが来ました。戸棚は押さえていましたので物は落ちませんでした。テレビは左右に揺れていました。今のところ被害はありませんとリポートが届いています。またチャットに、ご参加の坂津さん、そちら会津若松の方大丈夫だったでしょうか、無事ですというコメントがあったので、少し安心しましたが、怪我などはありませんか。皆さんからも次々とリポートが届いています。千葉県の習志野市寸吉さんからも、一瞬雷かと思いました。はじめゆっくり揺れを感じ、左右に大きく揺れたかと思うとドンドンと来ました。地響きが聞こえました。大きく縦横に揺れ、小刻みに揺れましたということです。被害はありませんということで報告をいただいております。続いて茨城県日立市のハレルヤさんからも報告が届いています。お昼休み中でした。みんなうとうとしていた時にいきなりドカンと来ました。ガタガタと強く揺れ、ロッカーを押さえ、他の人は窓を開けていました。怖かったです。14時23分の報告です。今、福島県で起きました最大震度6弱に関する、地震の情報を皆さんからいただいているところです。埼玉県久喜市の3時のママさんからも報告を届けていただいてまして、14時24分娘のエリアメールがいきなり鳴り出して、私のと長男のは鳴らずにいて、その後にぐらっと縦揺れの後に横揺れが来ました。昨日からずっと続いているから、めまいのような症状もします。皆さんくれぐれも気をつけてくださいと報告をいただいております。この時間皆さんからたくさんの報告を、リポートでもいただいております。チャットにご参加の皆さん、そちらは大丈夫でしょうか。揺れてますか、大丈夫ですか。まだ現在も揺れているということですね。
はい、それではですね、予報センターから地震情報をお伝えします。予報センターから地震情報をお伝えします。最大震度4、最大震度4の地震が発生しました。最大震度は4です。震度4、震度4のエリア、震度4のエリアは福島県浜通り、震度4は福島県浜通りです。震度3、震度3のエリア、震度3のエリアは福島県中通り、茨城県北部、震度3は福島県中通り、茨城県北部です。もう一度繰り返します。震度4、震度4のエリア、福島県浜通り、福島県浜通りになります。震度3、震度3のエリア、福島県中通り、茨城県北部になります。まだその情報入っていませんが、海岸付近の方、念のため津波に備え海岸から離れるようにしてください。はい、先ほどこの前に発生した地震によってお部屋の中など物など散乱している場合、気をつけて行動していただきたいと思います。はい、震度4のエリア、震度4のエリア増えました。震度4のエリアは福島県中通り、福島県浜通りです。震度4は福島県中通り、福島県浜通りです。また震度3、震度3のエリア、震度3のエリアは茨城県北部、茨城県南部、茨城県北部、茨城県南部になります。海岸付近の方、念のため津波に備え海岸から離れるようにしてください。また先ほど発生した大きな地震、これによってお部屋の中など割れたガラス、倒れたものなどございませんでしょうか。部屋の中移動する場合ですね、靴などお履きになって怪我をしないように気をつけてください。また慌てて外へ飛び出すないようにしてください。はい、震度4、最大震度4、最大震度4の地震が発生しました。震度4、震度4のエリア、震度4のエリアは福島県中通り、福島県浜通り。震度3、震度3のエリアは茨城県北部、茨城県南部になります。はい、それではですね、またこちらの方、揺れステーションのデータの方を見てみましょう。はい、こちら、福島県中通りにあります郡山市、トモステーションのデータになります。こちらの方なんですが、先ほど発生したものよりもやはり振幅の方はだいぶ小さな形になってますね。最初に小さな揺れ、カタカタとした揺れが来た後、大きな揺れがやってきています。一部データの方が少し途絶えた時間帯があるようなんですが、全体として長さの方はだいたい35秒から40秒程度の長さだったと見れます。ただこの揺れの方なんですけれども、今回は縦揺れよりも横揺れの方がだいぶ大きなような状態です。この東西方向の横揺れを見ると、一旦収まりかけてまた少し大きく揺れたといったような状態。はい、なおこの地震による津波の心配はありません。繰り返しお伝えします。この地震による津波の心配はありません。はい、震源地は福島県の浜通りです。震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されます。はい、それではですね、また新しい情報を入り次第お伝えします。以上、予報センターから地震情報をお伝えしました。最新の地震情報を今お伝えしているところです。それでは先ほど起きました、福島県で、起きました、最大震度6の、地震に関する、お話を、空友さんに伺っていきたいと思います。山形県からリポートが届いていました。山形県からの、お電話になります。それではお話を伺っていきたいと思います。電話つながってるでしょうか。はい、ヤスさん。はい、ヤスさん、こんにちは。はい、こんにちは。大変な中お電話ありがとうございます。はい、先ほど、大きな地震がありましたが、ヤス、はい、さん、そちらの揺れはどうでしたか。はい、いつもの地震だと東西南北にぐるぐる回るように揺れるんですけれども、はい、今回の地震は方方向あたりに大体揺すられるような形でいまして、そうでしたか。もともと寝ていたんですけれども、ラスト10セカンドの軌道のやつで起きまして、
はい、で近かったっていうことでちょっと身構えまして、でそれで、はい、あの姿勢低くしてテーブルに捕まったんで、全然被害はなかったです。あ、そうですか。特に怪我はないということですね。はい、はい。ラスト10セカンド、少し余裕を持って安さんの元に届いたということですか。はい、そうです、ね、そうですか、はい。この一方方向の揺れということで今お話安さんが伺いましたが、関東の方では結構下から突き上げるような揺れでしたというコメントも多かったんですが、そういうことは特に感じられませんでしたか。はい、はい、最初の方だけ突き上げられるような揺れっていうのはあったような気がするんですけれども、はい、あとは横揺れの方になったと思います。あ、そうなんですね、はいはい。どうでしょうか、地震の後にライフラインへの影響とかは今ありますか。はい、今のところ電気は大丈夫ですし。電気大丈夫ですか。はい、水道の方も大丈夫です、はい。でガスの方は田舎の方ですんで、プロパンガス使ってますんで、あ、そのまま大丈夫です、はい。大丈夫なんですね。はい、あ、分かりました。情報ありがとうございます。ヤスさん、先ほど起きました、2時7分の、地震に、関してこのリポートを今いただきましたが、はい、この前後で地震、感じることはありましたか。その他の時は、寝ていてあまり感じなかったですね、はい。特に気づくほどの地震はなかったかなというところなんですね。はい、分かりました。ヤスさん、今のお電話であの声を聞いてくださった空友の皆さんが、あの、ヤスさんご無事だったんですねと、いうふうにコメントいただいてますが、はい、特に怪我の方もなかったということですよね。はい、そうです、ね。はい、分かりました。ヤスさん、大変な中情報いただきましてありがとうございました。はい、はい、この後もスライブでは最新情報をお伝えしていきますので、ぜひ確認をお願いします。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、では失礼します。今お話を伺ったのは山形県の安さんでした。一方方向の揺れとおっしゃってましたね。特に怪我など、はないということでした。ライフラインにも大きな影響は今のところないとおっしゃってました。では続きまして最新の交通情報が届いていますので続けてお伝えしていきます。交通気象センターの清水さん、はい、お願いします。お願いします。最新のですね、道路状況が入ってきましたのでこちらからお伝えをさせていただきます。通行止めになりました区間がこのようになりました。はい、常磐道のご覧の区間、小野からいわきジャンクション、そして、常磐富岡から千代田石岡の間ですね、南の方にまで、地震の通行止め区間伸びました。それから、水戸から、南のエリアが中心になりますけれども、東関東道、北関東道、東水戸道路、こういった道路も、地震のために、通行止めになりました。東関東道、北関東道、東水戸道路、こういった道路もですね、通行止めになりました。で、高速道路でこれだけの通行止めになっている状況ですので、一般道もですね、被害が発生していてもおかしくない状況です。地図でもう一度確認をしたいと思います。はい、こちらですね、関東地方そして東北地方周辺の、高速道路、緑色の線ですね。そして今重ねていますのは皆さんからいただいた地震リポートでの、さらに被害リポートの状況です。ちょっと拡大して見えますでしょうか。はい、水戸の少し北、日立のあたりなんですけども、こういったところでエレベーターが停止、そしてオレンジ色のところですね、宇都宮周辺ではですね、停電や断水などのリポートもいただいています。こういった被害が発生しているようです。まあ、ですので、一般道ではですね、信号が、電気が落ちていたりとか、そういった状況になりますし、また断水が発生しているということはですね、地割れが発生していることも十分に考えられるということになりますので、車の運転なんですけれども、非常に慎重に運転をお願いしたいと思います。また今後もですね、余震が発生することはありますので、少しでも揺れを感じましたらですね、車は安全なところに止めていただいて避難をしていただくような、そういった準備も必要かと思います。そして鉄道の状況です。最新状況はこちらになります。現在の地震での運転見合わせの区間ですけれども、ご覧の常磐線の勝田から高萩の間、そして成田線、安孫子から成田、
磐越東線、そして水郡線はこちら先ほど違うところで判明しました、こちらなくなりました。ご覧の3路線ですね、こちらのところで現在地震での運転見合わせになっている、そういう状況です。また先ほどですね、こちらに東北新幹線を書いていましたけれども、東北新幹線は運転を再開しました、そういうふうな情報が入ってきています。東北新幹線は運転を再開した、そういうふうな情報が入ってきています。こういった現在の道路鉄道の状況なんですけれども、交通気象センターのウェザーニューズのサイトで紹介をしています。こちらをご覧ください。はい、ウェザーニューズの交通サイト、こちらでですね、現在の地震での鉄道そして道路の通行止めの状況などですね、書いていますので、こちらのところをご参考にいただければ幸いです。また皆様からのですね、お近くの交通状況のリポートありましたらばお寄せいただいても幸いです。以上、交通気象センターからです。交通気象センターからの最新情報をお伝えしました。では続きまして、予報センターから、これまでの地震に関する情報、詳しくお伝えしていきたいと思います。野澤さん。はい、それではですね、予報センターから地震に関する情報をお伝えしたいと思います。先ほど発生しました14時7分に発生した地震、その後もですね、また大きめの地震が連続して発生するといった状況、これは昨日の夕方発生した地震と同じような形で現在推移しているといったような状態です。それでは見ていきたいと思います。まずはこちら、こちらがですね、14時7分に発生しました。最大震度は6弱ということで、マグニチュードなんですけども、こちらはですね、マグニチュードは、はい、6.3 ですね、マグニチュードは 6.3 でした。その後14時15分にマグニチュード 4.5、 こちらは最大震度は3、その後は14時26分、こちらはマグニチュード 4.9、 最大震度は4、その後が14時32分、こちらの方はマグニチュード 4.1 ということで、やはり最大震度は4ということで、揺れの方がですね、比較的大きな震度3、4といったような揺れが、地震がですね、まだこの時間頻発したといったような状況になっています。それでこの地震なんですけども、まあ、震源地が内陸であったということから、揺れの方もですね、このところある少しガタガタとした揺れの方が多かったのかなというところが分かります。それでは皆さんからいただいたこの地震に関する体感のリポート、揺れの特徴についてまず見ていきたいと思います。まずは東北エリアの方になりますが、こちらの方を見ていただくとですね、震源に近いところ、この辺りですね、福島から北茨城の付近ですけども、赤いマークがかなり多くなっています。この赤いマークはドンと突き上げられるような揺れというマークなんですね。でその周辺ですけども、黄色のガタガタと小刻みな揺れといったような状態、これはこのところ起きている内陸で発生する地震の特徴ですね。まずは下からやはり震源が近いですから、ぐんと突き上げられて、その後小刻みに揺れといったような揺れ方になっています。それから今度こちらの方、関東エリアの方を見てみましょう。関東エリア、震源から少し離れるということもあってですね、揺れ方としてオレンジのマーク、ゆらゆらと酔いそうな揺れといったような分布が広くなるといったような状況になっています。ですので今回の地震ですけども、やはり揺れ方としては内陸の方が震源、まあ、破壊の開始点というところになるわけなんですが、近いところでは下から突き上げられるような形で小刻みに揺れるといったような状況、少し離れるとゆったりとした波が伝わってきて揺れると揺れると、こういったような特徴を示しているようです。はい、それでは続いて現在の被害の状況、こちらの方も見ていきたいと思います。まずは東北エリアの方から皆さんのリポートです。はい、こちらですね、福島県内の方なんですが、特にこちら浜通りの方から停電、断水、ガスがストップというインフラへの影響のリポートが届きました。また中通りの方、先ほど交通気象センターからもありましたが、電車の遅延ストップといったような形、あといくつか緑のマークがあります。棚のものが倒れたなどといったような情報ですね。あとこちら濃いブルーですけども、これは携帯電話がつながりにくいといったような情報です。はい、続いて今度は関東エリアの方行きましょう。関東エリアの方なんですが、やはりですね、震源に近いところからは棚のものが倒れたなどといったこちらの緑のマーク、あとは栃木県内なんですけども、一部ですね、オレンジのマークが来ています。こちらは、インフラの方で一部で
ガスなどが止まったといったような情報、あと関東ですね、関東、東京都内、それと千葉県内の方からは黄色のマークが来てますから、エレベーターが停止したといったものです。こちらの方、揺れの方大きくなってますので、自動的にエレベーターが停止したものと思われます。はい、この後もですね、まだ余震の方が続くと思われます。昨日の段階でも今朝まで、夕方からずっと揺れの方が続きました。ここでまだ大きな揺れが来ましたから、この後もですね、またしばらくの間、余震の方には十分注意をしてください。また、昨日の地震では残念ながら土砂崩れによって亡くなられた方もいらっしゃいます。今日も同じような形で土砂崩れなどにも十分警戒をしていただきたいと思います。はい、以上予報センターから地震情報をお伝えしました。地震に関する最新情報をお届けしました。先ほど午後2時7分頃、東北地方で最大震度が6弱の地震が起きました。この地震に関する情報が各地の空友の皆さんからリポートとして届いております。千葉県市原市の愛さんは14時25分に下から突き上げられ、その後は横揺れが長かったです。気持ちが悪くなりましたと、リポートが届いておりました。部屋がミシミシと揺れましたということでリポートをいただいていました。愛さん、その後大丈夫でしょうか。また茨城県ピーちゃんさんからは、怖すぎますとリポートが届いています。エリアメールと同時くらいに揺れ始めました。ゆらゆらと昨日と同じ揺れ方でした。今も揺れておりますと2時28分にリポートいただいていました。続いて茨城県の水戸市からもリポートが届いていまして、昨日夕方の揺れでは倒れなかったテレビが倒れてしまいました。はじめ突き上げられるようになり、次第に大きく揺さぶられる揺れが続き、戸が開いて中のものが飛びましたと報告をいただいております。怪我はなかったでしょうかね。物が飛んだという報告も届いております。また茨城県の方からもリポートが届いていまして、那珂市からです。緊急地震速報の前からの激しい揺れでした。時間としては短く感じましたが、地震の午後後の音と揺れ方に恐怖を感じています。震度5弱です。被害はありませんと報告をいただいています。こういうリポートが次々と届きます。神奈川県川崎市のくたねこさんからも2時29分にリポートが届いていました。12階にいらっしゃったようですが、会社でエレベーター待ち中に揺れました。壁がガタガタ音を立て、足元もゆらゆら、エレベーターも止まったので非常階段で降りましたという報告です。また福島県いわき市からもリポートが届いていまして、緊急地震速報よりも前に突き上げられるような縦揺れが来ました。その後に緊急地震速報がありました。夜も余震があり、明るいうちに眠っておこうかと考え横になった瞬間でした。ライフラインは断水中だと報告をいただいています。いわき市からはライフラインが断水中だという報告がリポートで届いています。また2時32分には、千葉県我孫子市から報告です。スーパーで商品を見ながら歩いていたところでした。男性店員の方が正面の下に行かないでと呼びかけ、上を見たら大きく揺れていました。動いていたので揺れは感じなかったですが、心臓がバクバク、足がガクガクなりますとリポートが届いております。今お読みしているのは午後2時7分頃東北地方で起きました震度6弱の地震に関する各地からの、揺れ、また被害に関するリポートをお届けしています。皆さんも、揺れを感じられたということで、チャットにもたくさんの情報をいただいていますけども、その後大丈夫ですか。大丈夫でしょうか。この後も、余震が起きる確率はあると、いうことです。この後、電車で移動されているとき、車で移動されているときに、地震が起きたとき、そのときに私たちが取らなければいけない行動に関しても、ウェザーニュースの携帯サイト交通情報に情報をまとめてあります。また今回の地震によって、道路、鉄道に影響が出ているところがあります。これから出かける皆さん、ぜひこちら交通情報で確認をお願いします。お出かけ先でも確認することができますので、ぜひ見てみてください。
それでは、携帯サイトを見ていきたいと思います。今ご紹介しました交通情報なんですけども、現在ウェザーニュースの携帯サイトトップページに、情報を載せております。地震による交通の影響はというところです。こちらをクリックしますと、鉄道の情報、また道路の情報、こちらに掲載しています。また飛行機の情報も掲載しております。サライブ24でも最新の情報をお届けしていきます。また地震の時のアクションについても、こちら情報を掲載していますので、ぜひ時間があるときにご覧ください。携帯サイトから確認することができます。最新情報をお届けしていきます。大きな余震が続いている、そんな時間が、午後も続きましたね。今ウェザーニュースではウェブサイト、また携帯サイトの方に、特設サイトを設けております。こちら東日本大震災に関する特設サイトです。このページ、最新情報を、リニューアルしてお届けしています。オールチャンネルで天気予報チャンネルをクリックしていただくと、現在右下にバナーが出ております。福島、茨城で震度6弱の地震、つい先ほどの地震に関する情報も、アップされております。リポートも、届いております。今回の地震がどういう地震だったのか、また、現地のピンポイント天気、またこれからの、地震に関する備えについても、注意点まとめてありますので、ぜひこちらのページも見ていただけると、いいなと思います。特設サイト、ウェザーニュースのウェブサイト、携帯サイトから確認することができますので、ぜひこのページも参考にされてください。今後も余震に引き続き注意が必要です。ソライブ24では最新の情報引き続きお伝えしていきますので、ぜひ情報、正確な情報、新しい情報を確認してください。それではこの後は、ソライブサンセットになります。引き続き、注意してお過ごしください。
皆さんこんにちは。4月12日火曜日、ソライブサンセットをお送りしていきます。今日の担当は小野恵美です。よろしくお願いします。それではこのサンセットの時間から M スケール1に戻し、通常モードとして番組を進行していきます。ただし先ほど14時7分頃に福島県浜通り、そして茨城県北部で震度6弱の地震を観測しています。皆さんもかなり大きな揺れを体で感じたと思います。特に被災地の皆さんはこの後も大きな余震に気をつけてください。また最新の地震情報入りましたらソライブ24でしっかりとお伝えしていきます。さてそれではその地震による影響なんですけれども、続々と皆さんのリポートで届いています。それほど大きな被害というものはありませんでした。また津波の注意報や警報なども出ませんでした。この後も皆さん十分に最新の情報を入手することと、もし津波警報や津波注意報が出たら絶対に海岸に近づかないことや高台にすぐに避難することなど、今まで皆さんで学んできた通りの避難の仕方でぜひご自身そして仲間や家族の身を守ってください。さてそれではですね、まずはその空ボタンなんですけれども、今日は先ほどの地震による影響があったかどうかを皆さんに聞いてみたいと思います。影響がないという方はブルーです。レッドはライフライン、そしてグリーンは道路や交通、鉄道が止まったとか一時停止したも含めてこちらグリーンです。イエローは建物などの破損、あるいは例えばお家の中の家具が倒れた、そういったものも含めてこちらのイエローに入れてみてください。はい、影響はなかったというところも多いとは思うんですけれども、ぜひ詳しくマップで表示していきたいと思いますし、またリポートでも続々届いていますので、そちらもこの後しっかりとご紹介していきたいと思います。さあそれではですね、こちら皆さんリポートが届いています。まずは宮城県の気仙沼市のやっちのママさんからいただきました。ありがとうございます。タイトル、風速 6.2 メートルと緊急地震速報と強い余震。風速 6.2 メートルというのは強い風ですよね。リポートの内容には、一日に何度も強い余震に見舞われている福島県沿岸部の方、中通りの方、大丈夫でしょうか。私も何度も来る緊急地震速報のたびに郡山の母に電話を入れて無事を確認。会社の窓には強風が吹きつけられています。風速は 6.2 メートル。そばの杉山の杉が左右に激しく揺らされています。強風も余震も早く収まればいいのに、といただきました。はい、ありがとうございます。大変な中のリポート本当にありがたいです。そしてこの家賃のママさん、気にされているのは先ほどの大きな余震、その後にも震度4というものがありましたが、その他にも強風が今日はとても強く会社の窓にも打ち付けているということです。強い風が吹いているということも考えますと、少し外に避難したりするときにも影響ありそうですよね。またこの杉山の杉が左右に大きく揺れているということも考えますと、杉花粉症の方は相当辛いんじゃないでしょうか。今日は懸念されることがたくさんあるということだと思います。さて続いては福島県いわき市のうしゃるけさんからはコメントのみでいただきました。タイトル、またといただいています。あー揺れた、ドンと突き上げられた感じ、冷蔵庫が数十センチ移動、やはり重いものを下に置いた家具は動きませんでした。また水やられたのかな、もういい加減やめて、と届いています。とても悲痛な、少し恐怖感を感じていらっしゃるような、そんなリポートですよね。私も千葉幕張にいました。番組の準備をしていたところ、最初はカタカタととても縦に大きく揺れてました。その後に横揺れがいきなりやってきたのもあったので、ここ最近増えている揺れ方だなと感じました。震源地が福島県というところ、また浜通りやあとは茨城県の北部ですね、ちょうど昨日の夕方、このサンセット中にあった大きな余震と同じような揺れ方をしたと
ということも考えると、皆さんとても寝ていられないだったりとか、寝不足、体調不良という方もいるかもしれませんね。さて続いては福島県いわき市の、お名前がありませんでしたが、タイトル、まだまだ不安と届いています。不安ですよね。すごい揺れ、昨日から続いていて、あまり寝れてないです。水道がやっと復旧したと思ったらまた断水、困るといただいています。ここでご紹介しているのは、先ほどの牛歩けさんとお名前なしの方、お二人とも断水のリポートをしてくれてるんです。皆さん今福島の方どうなんでしょうか。少し水がストップしてしまっているということで、生活にも大きな影響出ているでしょう。続いてはいわき市、エミリンさんからは、今度はまた停電といただいているんです。14時20分にいただきました。すごい、せっかくつながった電気、ライフラインがつながらない。私は外にいましたが、塀が倒れてきました。こちらのリポートですね。びっくりして近所の人と抱き合って、足元踏ん張り、落ち着いてから避難しました。片付けた家の中がまためちゃくちゃ。小名浜は震度6弱、津波は心配なし、皆さん余震に気をつけてくださいねといただいています。はい、エミリーさんも避難した後ということで、とてもリポート大変な中だったと思います。ありがとうございます。さて今回はこのエミリーさんに、つい先ほどの余震も含め、現在の様子を少しお話で聞いてみたいと思います。それではいわき市のエミリーさん。はい、こんにちは、小野恵美です。よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。はい、先ほど大きな余震が立て続けに福島県で起きています。そんな大変な中本当にありがとうございます。はい、実際にエミリーさん、このリポートを送ってくださった時のように、はい、塀が倒れてきたということで、どんな状況だったんでしょうか。そうですね、もう外にいたんで、もうまたっていう感じでこう、もうみんなしがみついてたら、はい、塀がバタバタバタって倒れてきたんですよ。はい、それでもうびっくりして、もうしばらくみんなで揺れ収まるまでもう怖くて、しゃがんで抱き合いながら、落ち着くまで待ったんですね。そうですね、はい、それでもう本当にまた家の中に入ってみたら、電気も水道ももうまた冷めて、はい、ライフラインの方がもう止まってしまいまして、はい、本当にせっかくつながったって思った矢先だったんで、はい、すごいもうショックですね。そうですね、一生懸命皆さんで元の生活に戻ろうとし始めた、その復旧活動、あるいはそのお家の中の片付けも、今回のまた大きな余震でまた散らかってしまったということですね。ただ多分周りの皆さんには、上にあるものとか、ほとんどもう倒れそうなものは全部もう床下に置くように、多分周りの本当に私たちだけじゃなくてもな、いわき市全体、福島全体、皆さんそういうふうに生活してると思うんですけども、私らはもうまたっていう気持ちがあるので、不安な気持ちがまだたくさんこう残ってるので、やっぱりきれいに家を片付けるっていうことはしないようにして生活してます。なるほど。本当に昨日の夕方もありましたし、今日の朝もあって、そしてこのお昼、先ほどもということですので、ちょうどね、沿岸部近くということでいわき市、相当被害も、昨日の土砂崩れもね、本当に心配されたんですけれども、今回の余震では塀がね崩れる、今までこんな経験したことなかったですもんね。本当に恐怖だったと思います。もう本当に小名浜のあちこちの、水道の配管がもうダメで、地割れが始まってたと、かなり結構橋のつなぎ目がもうダメなところがたくさんありまして、皆さんに一言言いたいことがあるんですけども、絶対こう橋の方面は通行止めになってるので、混雑起きてしまうんですね。それでなるべく避けるように移動してもらいたいなっ
と思います。橋などは混雑しやすいので、はい、そうです、通行止めにもなってるんで、あと、はい、もうそのつなぎ目がもう段差起きちゃって、はい、通れないんですよ。なるほど、もう通ることすら危険な状態な部分もあるということですよね。はい、わかりました。ぜひそちらご利用になる皆さんや、もしかしたらこのまた福島にちょっと親戚がいたりとかして向かおうとしている方いるかもしれませんが、十分にそういったところに気をつけることと、あまり混雑するので殺到しないでくださいということですね。はい、そうですね、落ち着いてもら、はい、まあ、この状況で落ち着いてっていうのはちょっと無理な 方もいらっしゃると思うんですけども。そうですね。ちなみに、はいはい、エミリンさん、あのお家の中ライフラインが今回つながってないということで、今夜これからはどちらかに避難所などに向かうんでしょうか。いえ、私は避難はもう自宅でしてるんですけども、はい、なるべくあの、お年寄りとか周りにいらっしゃいまして、動けない方がたくさん周りにいるんですね。はい、で、避難所に行きたくないっていう方もいらっしゃいまして、はい、やっぱりそれでけあの周りのみんなでどうにかっていう形で自宅で避難してます。わかりました。ちょっとね、電気もつながってない、そして断水が起きているというリポートも届いていますので、この後ですね、少し生活に影響出てくると思いますが、ぜひご近所の皆さんとですね、どうにか手を取って、ぜひ協力しながら、はい、無事に過ごしてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、とても大変な中ですが、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではこの後も気をつけて、はい、応援しています。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、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 皆さんには先ほど大きな地震がありました福島県いわき市のエミリンさんにお話をいただきました。とても貴重なお話でしたね。この後も自宅で待機されるそうです。避難所には行かないというお話でしたけれども、ぜひご近所の皆さん、そして周りの皆さんを 手を取ってですね、この後も十分に気をつけて過ごしていただきたいと思います。さて、それではですね、このような地震、まだまだ地震本震から1ヶ月経ってもう過ぎました。今日で12日となっているんですけれども、まだまだ強い余震が続いています。それではこの最近起きた余震の状況を予報センターでしっかりと解説いただきたいと思います。それでは予報センターの小池さん。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、先ほど福島県内のリポートや、あるいはリポーターさんにしっかりとお電話でお話いただいたんですけれども、先ほど起きました14時7分の揺れ、相当大きかったようですね。はい、そうですね。昨日の夕方に続いてまた6弱と非常に大きな地震ありましたね。本当に立て続けと言ってもいいぐらいの感覚で起きているんですけれども。そうですね。はい、これまで あのいわゆる震度3以上の履歴、確認していくと、一旦小康状態というかある程度横ばいで継続していたんですが、また昨日、そして今日の6弱、これを発端に余震に伴うまた余震、これが継続して本当にこう被災地の方眠れない状況が続くんじゃないかなと思いますね。はい、本当にいつ来るかわからない余震、そして大きさもここ最近また震度5以上のもの、本当6弱だったりとかのものが増えてきているのが心配なんですが、はい、それでは本日起きました余震の回数とそして震度を教えてください。はい、わかりました。まずはですね、大皿、こちらで、チャンネルの方で確認をしていきたいと思います。はい、はい、今ご覧いただいているのがですね、今日の日付の特にあの先ほど起きました浜通り、こちらを震源とする6弱の地震のマップと、そして、今日あった履歴、こちらに出ています。特にあの下の段、5弱以下のものですね、4432とこうたくさん並んでいますけども、はい、先ほどの14時7分の福島県浜通り、こちらの余震に対するものが14時15分、はい、26分、32分、非常にこう間隔を短い間隔でですね、立て続けに余震が発生して非常に数が多くなったというような状況になっています。はい、またこちら数字見ていただきますと、今日だけですでにある程度のクラスの地震45件も加算でいるような状況ですね。またグラフなどもちょっと合わせてみたいと思うんですが、はい、なんか昨日から増えたような気もするんですよね。そうですね。
何度かソライブの中でもお出していますけども、これまでの吉野履歴見ていますと、細かい3ないし4こういったのは先ほどの2桁のオーダー、足しているような状況なんですが、はい、それと合わせてやはり5弱以上のものこれもある程度こう並べてみると感覚はあるんですよ。やはり続いてますね、うん。昨日の前の段階ですと、はい、9日、こちらに起きた18時42分の宮城県沖という形になりますので、2日後いわゆる昨日の時点、2日後にあたる昨日の夕方で、福島県浜通り、そして、1日置かず、またこのお昼の段階で、福島県浜通りの地震があったというところです。で合わせて、はい、こちらのですね、震度3以上の地震発生回数、見ると、ある時期例えばですね、先月の末ぐらいに関しては、このグリーンの折れ線グラフ見ていただきますと他の3本、具体的には一番下が岩手県沖を震源とする余震、はい、真ん中のものが茨城や千葉、一番上が宮城、そういったグラフを並べているんですが、はい、月末の段階ですとこちら茨城千葉の方がある程度トレンド傾向的には相対的に3カ所に比べると増えていたという実情があったんですが、はい、これまたなだらかになってですね、そして、今回の地震、こちらオレンジのラインが急激に伸びているのが分かるんですが、はい、宮城福島沖こちらが今相対的に3カ所の中でも活発になっているというところが明らかに見て取れるという状況ですね。それだけこう地震を起こすようなエネルギーというものがまだまだそういった地盤にはあるということですよね、はい、そうですね、本震にやはり近いところ、うん、ここがやはり相対的にはどうしても地震が大きいところが出ている、そして、相手が6弱そういう規模になりますと、うん、やはり4、3というのは立て続けに頻度として多くなってくるというような状況で、まだまだ予断が許さないという感じですね。はい、最大余震と言われるものは今までの過去の地震で言いますと1ヶ月後に最大地震、はい、最大余震というものがあった、そんな歴史はあるんですけれども、はい、今回も1ヶ月を超えてまでも未だ収まらない大きい余震と、もう言わないほど本震に近いぐらいの大きさのものが起きているので、この先も皆さんとても心配されているんですね。こういった地震がまた来るのかどうか心配ですというチャットも何度も入ってきています。はい、今後の余震確率というのは現在どうなっているんでしょうか。引き続き変わらずですね、継続しているような状況かと思います。で特に今回の余震に対してまた、具体的な確率というのは、うん、これから多分また変わってきたりするかと思うんですが、はい、なるほど、もう昨日、今日の地震を受けてまた変わる可能性はあるということですね。わかりました。あと先ほど地震があった方ですね、エミリンさんなどお電話つなぎましたけれども、はい、近所の方々と協力し合いながら現在ご自宅で待機生活していくというふうにおっしゃってたんですけれども、そういった震度6とか震度5レベルの地震が来た時、もし自分の家にいた場合っていうのはやはりまずは何をすべきなんでしょうか。はい、先ほどの お電話の中にもありましたけど、うん、まず前提として、自分の身にこう危害を与えるそういう状況のものはもう足元、うん